市原英二の花万歳。今日はクリスマスやお正月のリースや寄席に合うチェッカーベリーを紹介したいと思います。それではどうぞ。ハッピーベリーに引き続き今日はチェッカーベリーやりたいと思います。そうなんです。このチェッカーベリー見てください。こちらのリースもどきと言いますかね、これかわいいでしょ。これチェッカーベリーです。もうねお花もね見てもらったらわかるんですけど、ほらこうやってチュッと咲く、このほら花が割れたところもうかわいいでしょ。このチェッカーベリー、まあ僕ね正直ハッピーベリーも好きなんやけど、チェッカーベリーはもっと好きなんです。なぜかと言いますと、これねクリスマスを演出するのにいいじゃありませんか。もうチャーリーハマになってますけど、このチェッカーベリーっていうのはね、まあ言うたらねツツジの仲間なんです。そして葉っぱも見てもらったらわかるんですけど、これなんかに似てません？これお正月によく使うヤブコウジの葉っぱ似てるでしょ。そうヤブコウジって山の中ありますよね。そうこれもやっぱりツツジの仲間ということで、これもね応用編ですね。ハッピーベリーを分かっていただいたらもうこれどこ原産っていうか、ハッピーベリーはチリとかね高山植物や言いましたけども、これもツツジの仲間で山の中のまあちょっと湿気のあるね、ところ、そしてツツジの仲間ということで、やっぱり酸性土壌のね、ピートとかね、カノマとかね、使った、そういったね、あの山の中、土壌もそういった場所が一番いいなっていうことで、チェッカーベリー、非常に、わかりやすいと思います。ハッピーベリー聞かれた方はわかりやすいと思います。そして、あの、ポイントはもう二つだけですわ。秋冬はもうめっちゃ簡単でしょ。もう出来上がったもの買われて、そしてこの春がポイントなんですよ。春と秋は気候が一緒なんですけど、この春に成長します。正直言うてそこで株分けをして増やしたりとかします。そしてここで頑張らないとダメなんです。このチェッカーベリーはですね、春に頑張ってほしいんですよ。そうすると春に頑張るっていうことは、肥料を与えて花を咲かせて実をならせる。そうなんです。この春に頑張って、まずホップ春を頑張ってほしいんです、育てるときに。そしてステップ、この夏場なんですけど、先ほども言いましたけど、このチェッカーベリーっていうのはツツジの仲間で日陰を好むって言いましたが、見てください、このチェッカーベリー。かわいいでしょ？この日陰を好むって言いましたが、そう、夏の炎天下はもちろんダメです。そうなんです。夏の炎天下はダメ。日陰に置いてください。もうそれのみです。それのみです。そして、夏のあの高温多湿ね。6月、7月のあの高温多湿。それだけ避けてあげて、家の軒下とか、まあ、家の中の、まあ、ベランダでもどこでもいいんやけど、そういったちょっと日陰の方に移動してやって育ててやると一番いいんじゃないかなと。で、チェッカーベリーよく実になれへんって言いますよね。そうなん、先ほども言いましたけど、このたくさんね、実をならそうと思ったら、春頑張ってほしいんですよ。春。もうね、チェッカーベリーのこのポイントは、春ですわ、春。ここに肥料であるとか、株分けで増やしたりとか、リース用の、例えばこういった感じで、リース用にちっちゃい小株を増やして自分でリースをたくさん作る。そういった時に、春頑張っていただけたらいいんじゃないかなと思います。そうなんです。そう、これはね、そしてこの冬、リースであったり、寄せ植えであったり、いろんなシーンでこのチェッカーベリー、なんと言っても、水やりも楽ですし、冬は。丈夫で長持ちなんですよ。
そういうことでね、こんな小さいところに、これね、リース、簡単なリース、ポンポンポンと入れてるだけなんですけど、こんな可愛いんですけど、水もやらなくて済むし、めっちゃ楽ですよ。おすすめ、リースには本当おすすめの一品なんです。そしてね、ちょうどこれ両サイド、これ、まあ、エリカってよく、エリカの仲間って言うんやけど、実はこれ、イギリスでは、ヒースとかヘザーとか、と言います。僕もね、これ、イギリスに住んでた時に、どういうかな、僕はもう、ほんまお金もなかったので、もうね、スコットランドに近いっていうか、上の方、上の方のところに住んでたんですよ。そこのからずっとね、そうなんです。僕はもうね、ニューキャッスルっていうね、もう港町ですわ。もう限りなくこうね、寒いね、イギリスでもこう、北部に近いね。ちょっと行ったらエジンバラ。ちょっと降りたら、南西部とかね。ちょっと行ったら、この、なんていうのかな、湖水地方とか。その湖水地方からちょうど真ん中ぐらいにハワスっていうところがあるんですけど、そこにこのエリカは見れます。エリカっていうよりも、ヘザーって僕は言った方がいいんじゃないかなと思います。まあね、これヒースとも言いますが、これ、カルーナブルガリスってまあ今出回ってますけど、これは、同じツツジ科なんですよ。ということでね、このカルーナ特集っていうか、ヒース・ヘザー特集は、僕もぜひともまた別のところでやらせてもらいたいんですけど、同じツツジ科ということで、このヒース、このカルーナ・ブルガリスと、この、なんていうのかな、ヤブコウジめっちゃ合います。で、例えばこれ、リース作るときにとか、寄せ植えでもいいんですけど、鹿沼土とか、ピートとかね、そういったものをちょっと入れた感じで、培養土も使ってあげると、ほんとね、馴染んでね、同じ性質のもんが馴染んで、めっちゃいい感じになると思います。割とね、こんな感じでね、チェッカーベリー、おすすめの一品です。リースなんかにね、使ってあげると、もう管理が楽だしね、ぜひともね、頑張って使っていただきたいなと思います。で、例えばね、僕これ簡単に、入れました、正直。まあ、分解するとこんな感じですわ。これ四隅に、1,2,3,4 とチェッカーベリー入れました。そして、その間に、ハボタンを対角線に入れて、そして両サイドに、ヒース、ヘザー、こういう感じでやってみました。こんな感じ、もうね、わずか10秒でできます。で、さらにね、きっちりやっていくと、例えば、見てもらったらわかるんですけど、これ、めっちゃええ感じでしょ？この葉物。これ、ヘーベー、ヒービーって言うんですけど、こういったものとか、分けてね、入れてあげると、めっちゃいい感じになります。だから、こういったところに様々な葉物を入れてあげると、リースもよりめっちゃ良くなりますので、一回ね、参考にしていただけたらいいと思います。そして、この、やっぱりこのヤブコウジっていうかね、このコーデリア、チェッカーベリーなんですけど、これもね、やっぱり寄せ植えにはいいですよ。めっちゃ可愛い。見てもらったらわかるんですけど、こういった感じで、もうね、ポンポンと入れてもらってもめっちゃ可愛いでしょ？ほら。もう絶対良くなります。これ同系色でまとめました。エリカとヘーベーとコーデリア。この、なんていうのかな、チェッカーベリー。そして、この、モエカ、ショコラの。もう単純にこれだけでもめっちゃ可愛いはずです。もうこれちょっとポンと入れてるだけなんですけど、ほら、見てください。こんな可愛い感じ。こんな可愛い感じで出来上がりました。実際にね、きちっと植えるともっと綺麗なんですけど、チェッカーベリーと、このハボタン、エリカ、ヘーベー、めっちゃ合うと思います。こんな感じでね、簡単寄せ植え。寄せ植えでも合うんじゃないかなと思います。今日はですね、
こんな感じでね、チェッカーベリー、急ぎ足でおすすめだなと思ったんで、紹介させてもらいました。ぜひね、この時期クリスマス、ちょうど1ヶ月前なんでね、頑張ってね、リース作ったり、こういった寄せ植え作ったり、していただいたらいいんじゃないかと思います。ぜひともね、頑張って育ててもらいたい一品です。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ああ、綺麗な、チェッカーベリー。それではね、いろんなね、今日作ったクリスマスプレート、リースをね、イメージして、クリスマスプレート作りました。それを見ながら今日はお別れしたいと思います。チェッカーベリークリスマスにおすすめです。本日のご視聴ありがとうございました。